ごきげんようゲーム実況者の北です。新信長の野望やっていきたいと思います。今回のテーマはですね、京都巡遊ということで新しいイベント来ましたので、こちら見ていきたいと思います。この動画を見ることで京都巡遊のイベントがですね、微妙なことが分かってもらえるかなと思います。それではですね、結論ということで、このイベントがですね、どんなイベントなのかということをお話していきたいと思います。各種資源20万とか短縮アイテムが入手できるお使いイベントとなっています。こちらのですね、分かりやすくやばい性能の信長専用の装備なんですけれども、石油王であっても確率的に入手はですね、不可能なレベルかなというふうに私は感じています。最近の運営の金銭感覚とか確率がですね、おかしいのに徐々に慣れてきましたが、今回もですね、確率頭おかしいレベルとなってます。それではですね、報酬ということで見ていきたいと思います。4時間のお使いに出しまして、帰ってきたらですね、報酬もらえます。もらえるものとしましては3種類ありまして、100% もらえるのが通常です。ほぼほぼ確実に入手できるものが上級です。ほぼ確実に入手できないものが1品となっています。それではですね、確率と報酬ということで、もうちょっと詳しく見ていきたいと思います。まずは通常報酬ですね。こちら確率は 100% となっています。各種資源20万のランダムとなっています。まあ4時間出していればですね、資源が20万もらえるということで、それなりに資源は美味しいかなと思います。まあそうですね、値段にすると200丁銀くらいですか。まあ最終効率で言うと1時間で40万くらい最終できる方であれば、まあ半分の30分分くらいですかね。それくらいもらえるということで、まあそこそこ美味しいかなというところですね。はい。それでは上級報酬ということで見ていきたいと思います。確率がですね、100% から1品の確率の分が引かれた確率となっています。1品の確率がですね、初期の状態で 0.0556 となっています。マックスでですね、確率が 0.0706 ということで、上級の報酬のもらえる可能性としましては、一番高い時で 99.9444 となっています。一番確率が低くなったとしても 99.9294 ということで、ほぼほぼ確実にこちらは入手できるものとなります。それではですね、上級報酬の内訳ということで見ていきたいと思います。短縮系がですね 68% ということで、まあ 70% 近くを占めています。上級のものが 24%、 中級のものが 8%、 初のものがですね 36% ということで、初のものがですね確率的には一番多いですね。その他にはですね、鍛錬石ということで装備の方に使うものですね、そちらが 8% で入手できます。その他としましては、隕鉄が1000がですね 10% の確率で入手できます。その他、名声値が約 10% の確率で入手できます。上級報酬のあたりはこちらですね、軍友装備と豪傑装備ということで、軍友装備の方がですね 3% となっています。豪傑装備の方が 1% となっています。それでですね、注意点ということでお話していきたいと思います。装備に関してはですね、かけらですので、複数ですね、8個入手して、初めて40かけらということで、初めて設計図になると思います。こちらですね、信長の方は設計図でそのまま入手できるので大丈夫なんですけど、こちらはですね、あくまでもかけらですね。皆さんもですね、現在舞踏会の方でかけら買ってるかなと思うのですが、私はですね、こちら買ってるんですけど、こちら見ても分かるように40個で設計図が手に入るということですので、こちらもですね、当然ですけど40個集めないと設計図にはならないということですね。それではですね、どれくらいの確率になるのかなと私ちょっと興味がありましたので、ガチャの確率計算機というものがありましたので、そちら引用してみようかなと思います。こちら数字が入力しますといい感じで数字が出てきます。例えばですね、出現率 P のガチャを N 回やった時に M 個数以上当たる確率というものがありましたので、各種数字入力してみたいと思います。出現率ですね、 3.3333% のガチャを N 回ですね、まあとりあえず400と入力してみました。その時ですね、装備が8個ですね、5個1かけらありますので、8個ということは40個になりますね。以上当たる確率ということで 95% ということでちょっと出してみました。じゃあこれどれくらいかかるのかというと、1回4時間ですの、それを400回ですねっていうことなので1600時間となりますので、なんとですね67日あるとですね、ほぼ全員がですね揃うということになります。ということで、イベント何日でしたっけかねって見るとですね、3日しかないというね当たるかっちゅう話です。 1% は当然ですが、もっと当たらないです。続きまして1品ですね、こちら信長の専用装備となっています。こちら確率ということで、1品の確率が初期の状態で先ほどもお話ししたんですが 0.0556 ということで、準優がですね終了するごとに 0.0005% 上昇ということで、0回の段階ですと確率が 0.0556% となります。10回やりますと 0.0606% となります。それで30回やりますと上限ですね0.0706% となります。ですので 0.1% もないので、ほぼ確実に入手できないと言い切っていいかなと思います。私もですね、いろんなスマホゲーでガチャ引きましたけど、0.0 以下のガチャって当たった記憶ないですよね。皆さんありますかね？さすがにですね、0.07 とか 0.05 はですね、ちょっと狙えるもんじゃないかなって感じします。それをですね、100連とかじゃなくて単発で狙うということなので、ちょっと厳しいですかなっていうとこですね。それではですね、性能ということで、信長専用の装備見ていきたいと思います。織田信長装備時、全奥義レベルプラス1、ステータスとして、統率がですね、プラス100ということで補正値入ります。あとですね、ランダム属性ということで、装備の方の付与効果だと思いますね。そちらがランダムでつく感じの性能となります。もう分かりやすくですね、やばい性能ということですね。奥義レベルプラス1ということですので、例えばですね、無凸で持っている方ですと、4% から 8% に上がるという感じだと思われます。武将奥義は以下の方法で昇級できますとあるところの SSR 武将が特定装備を装備ということがですね、この信長専用の装備だったんだと思います。これでですね、もし貫突している方がいましたら、貫突のさらに上ですね、20% にできるというものになるのでしょう。続いてこっちですね、三段打ちの方も倍率として上がっていきますね。もし無凸で持っていれば凸が1つ上がりますので、ダメージがですね、21.33 から32ですね。攻防低下が 3.67 から 5.5 ということで、かなり強くなるでしょうね。もし貫突で持っている方がいましたら、さらに貫突の先ということで、ダメージ 64% ですね。攻防低下11ということで、ありえんくらい強いでしょうね。統率プラス100もですね、奥義レベルプラス1に比べると若干こう地味っていうかな、ちょっと地味に見えるんですけれども、かなりですね、それも美味しいと思います。統率が上がりますので、それだけ統率できる兵士数が増加しますので、純粋にですね、強くなるでしょう。ランダム付与効果の方は本当にランダムでついてしまうのか、ある程度ですね、つきやすいものがあるのかっていうのはちょっとわかんないのですが、まあこちらでしょうね。武闘会の商店の方で、海中玉鋼というのが実装されましたので、うまくですね、目的のものがつかなかった場合はこちら使って、目的のものをつけていってくださいねっていう感じのニュアンスだと思います。それでですね、一品の確率が低すぎて入手できる可能性がほとんどないですね。1回4時間かかるということで、試行回数もそんなに多くないですね。じゃあ、どうするのかということなのですが、運営さん的にはですね、半金課金で即終了しますよ。みたいな感じがですね、透けて見えますよね。ここにですね、半金2000ってありますね。10回で2000半金となります。それでは注意点ということで、半金で回す方向けにですね、ちょっとお話ししておきたいと思います。武将でですね、短縮をかけてから即終了すると、半金がですね、多少お得になります。またですね、初回半額となります。じゃあ試しにですね、即終了してみましょうか。金5ということで即終了してみます。じゃあ報酬受け取りということで受け取ってみますね。はい。こんな感じでですね、通常報酬がもらえます。報酬はですね、こんな感じでランダムでもらえます。今回はですね、鉄鋼20万でした。他にはですね、99.9% 以上の確率で上級報酬ということで、今回はですね、名声値ということで、こちら入手できました。武将で短縮させない場合には、1回200となりますので、先ほどみたいにですね、武将である程度こう短縮させてから使用しますと、短縮した分、ちょっとお得になってきます。それではですね、短縮時間ということをお話していきたいと思います。各武将2回まで使用することができます。SSR の武将ですと、無凸で11分ですね。凸が1個進むごとに、1分30秒ごと短縮時間が増えていきます。ですので、1凸で12分30秒ですね。2凸で14分ですね。4凸ですと17分という感じで、こう短縮時間がどんどん伸びていきます。SR 武将ですと、無凸の場合は9分となっています。1凸進むごとに1分ずつですね、短縮時間が増えていきます。ですので、9、10、11、12、13みたいな感じで増えていきます。4凸ですと13分ということで短縮できます。続きまして、レアの武将ですね。無凸ですと7分40秒で、凸が1個進むごとに30秒短縮時間が増えていきます。レアの武将ですとある程度やってると貫突という方も多いかなと思いますので、短縮時間としましては貫突で11分40秒となります。ノーマルの武将はですね、貫突で8分20秒ということで、ノーマルであってもですね、そこそこ短縮してくれます。それでは続きまして、信長専用の武器ですね、そちらが入手できる一品の確率がどうなのかということについてお話していきたいと思います。こちらもですね、ガチャの確率計算機というのを引用してですね、見ていこうかなと思います。出現率がマックスの状態で考えてみようかなと思います。0.0706% のガチャを100回回したとしましても、入手できる確率はですね 6.82% となります。これをですね1000回回しますと 50.65% となります。じゃあ3000回回すとどうなるのかというと 87.98% となります。87% ということで、3000回というのをちょっとピックアップしてみます。ですので、10連を300回かける200半金ということで、60万半金必要となります。これをですね、現金に換算してみますと、これをですね、一番半金の入手量が多い1万2000円ですね。4860半金に換算してみますと、約ですね、143万円ということで、さすがにですね、石油王でも100万超えはちょっと微妙かなというところですかね。まあ一般的なスマホゲームであれば、現状的にはですね、天井は6万からまあ10万くらいですかね。まあ高くてもまあ20とかですね、関東で20とか30くらいに設定するのがまあ妥当な線かなというところなので、さすがにですね、確率設定1桁ミスしてるのかなというのを疑うレベルで出ないかなというふうには思います。これですね、桁がもう1桁確率が高ければ、またちょっと話違ったと思うんですけど、さすがにですね、ちょっと確率低いかなというふうに思いました。まあそもそもですね、ゆきたんの場合、織田信長持ってないので関係ないっていう話なんですけどね。はい、ということで動画ご視聴ありがとうございます。今回はですね、京都準優ということでお話ししました。動画ご視聴ありがとうございます。少しでも参考になれば幸いです。いつもですね、フォローとかいいねありがとうございます。とても活動の励みとなっています。今後もですね、新信長の野望を投稿していきますので、チャンネル登録とか高評価よろしくお願いします。